こんにちは、つよぽんです。今日はですね、今見ていただいているのは音定規という、もう12年ぐらい前に、リリースしたアプリです。でこれも昨日音定規 MR というものをご紹介させていただきましたが、あれは本当に究極にミニマムなスリムなデザインになっているものなんですけれども、これはまあてんこ盛りというか、今にして思うと無駄なところもあるのかなという感じもしますが、てんこ盛りなんですね。でまあ再構築することも検討しつつ、僕自身がここ数年デジタルよりもアナログな電子回路の方にすごくね関心がいっていたのもあって、ちょっとね放置しちゃっていたんですけれども、再検討してみようかなということなんですが、簡単にご紹介させていただきたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、まずこのね基本的な画面今見ていただいているんですけれども、どんな風にいこうかな。これね本当に iPad が世の中に出てきて、それを初めて見た瞬間に、あ、作りたいと思って頭の中にあったものを構築したものなんですけれども、どこから行こうかな。まずこの右上のこのアイコンなんですけれども、これを押すとですね、各部名称というページに出ます。はい、オレンジウィンド、ルーラーキーボードとか名前つけたんですよね。ピアノキーボード、ゴールドアーク、2007年コピーライトとか、ブルーパネル、はい、レッドパネル、グリーンパネル、サーチライト、ワープパネル、ワープパネルなんて名前つけてたんですね。ノートマーカー、そしてあのアイコンがルドルフ。なんでルドルフにしたんだっけな。サンタクロースの飼ってたトナカイのリーダーがルドルフだったのかな。なんかそんなような理由で。はい、まあともかく名称ですね。ルーラーキーボード、オレンジウィンド、ピアノキーボード、ゴールドアーク、グリーンパネル、レッドパネルと。でブルーパネルを動かすとこんな風にね、指でなぞると動くようになってるんですよね。はい、なってるんですよねって、いやなってるんです。はい、でなるべく文字は入れたくなかったんです。それはこれは iPad 仕様なんだけれども、ゲームがあれだけ小さくできるのは文字がないからだと僕は思ってるんですけれども、まあ極めて少ないで、例えばまあでもビューっていうのはこれ見た目のことなんですけれどもね。だからなんかもっといいアイコンがあったら、思いついたらそのアイコンにしてたと思うんですけれども、ビューっていうのはその名の通りこんな感じでですね、見た目を変えることができる。まあもちろんこれは学習ツール、教育エデュケーションなので、ドレミファソラシってイタリア読み、何にもなし、 CDEFGAB ドレミファソラシ CDE という言い方するんですけどね。はい、でシャープやフラット、黒鍵のところにも名前がいくと。あとノートマーカーつって、マーカーをつける機能があるですね。はい、でブルーパネルで動かすことができますよと。
まあ、その名の通りビューを変えることができる。で、なんだっけ、あ、そう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 、ルーラーが1オクターブであったり2オクターブになってたりするように変えることができる。はい。で、コードは、はい、メジャーコードの基本形を学習しようということですね。おお、まあつまり、これマイナーコードで、メジャーコードは、つまりメジャーコードとマイナーコードの基本形はここかここかの違いっていうのかな、それを視覚的に理解しようというようなとこでしょうかね。だからそうだな、例えば C っていうメジャーコードっていうのは C の音をルート音に持つメジャーコードっていう意味なのね。だからそうですね、例えばこれはコード名で言うと何て言うかというと C マイナーっていうコードになるんですね。 C という音をルート音、一番低い音に持つマイナーコードだから C マイナーということになるんです。はい、説明しやすいのかな。だからじゃあ D はっていうと、D というコードは D という音をルート音に持つメジャーコードなので、この音なんですね。 D、F シャープ、A。 だからよくね、そのドミソが C だよ、じゃあではっていうとレファラみたいなね感じで、あやふやな、回答になっちゃうんですけれども、基本形をしっかりと覚えていこうよっていうような、まあ、他にももちろんいろんなコードがあります。こいつが加わったんですね。これはマイナーコード足すセブンスだからマイナーセブン。メジャーコード足すセブンス、タンナなどの音が入るからセブンスっていうコードになるんだよ。他にもね、いろんなコード世の中にはあるんですけれども、そうしたコードを知ることもできます。例えば、これはマイナーセブンのフラットファイブっていうコードだったりというとこですね。あと音階も、これはなんていうの、メジャースケールで3つの単音階というかマイナースケール、他にもいっぱい世界中のほぼほぼ全部の音階がいますせといろんな音階が、リディアンフラットセブンとか、そうですね、あと
ファンクションボードっていうのもあるんですけれども、はい、これがまあ、音定規のまあそうだな、まあ、これで何ができるかっていうことをお話ししているとあっという間に、時間がなくなっちゃうんですけれども、まあ、ともかくですね、これを今どういう形で再構築していこうかなということも考えつつ、なかなか時間と、あと今時の OS に対応するためにやらなければいけないメンテナンス、それがねちょっと僕もさっぱり分かんなくなってしまっているところもあるので、やるかどうか微妙なところなんですけれども、なんだろう、まあいい形にはねしていきたいなとは思っているんですけれども、まああの、いわゆるなんていうのかな、いろんな、まあ、扱い方とかを紹介するページとかもつけてはいたんですけれども、こういうのをこのアプリの本体の中に入れておく必要って果たしてあったのかな、使いづらいだけかなとかね、いろんなそうした使い勝手も、その当時はあまりそのアプリ自体の容量とか重たく、簡単に言うとアプリ自体が重くなっちゃうと、まあ、その当時のアップルの OS だと非常に何て言うのかな、重くなるっていうんですかね、はい、だから、まあ、今時だったら、まあ、とんでもなくスピードが上がっているので、今だったら余裕で可能なこともできることもすごく進化している、やろうとしていることを表現しようとしていることは同じだと思うんですけれども、おいおい考えていきたいかなとも思いますし、まあこの YouTube チャンネルの中で楽しく音楽、あ、そういうことだったんだ、学習できるような時間も、まあ、これを使ったり、まあ、昨日の音定規 MR、 あとね音定規 ET イヤートレーニングっていうのもあるんですけども、それも、紹介していきながら楽しい時間にしていこうと考えております。はい、ではまあ今日はここまでというところで、最後までご視聴ありがとうございました。つよぽんでした。バイバーイ。